日本の彼これ見てるかもわかんないですよ。いや多分寝てますよ、もう疲れた。そうですか、ね、大丈夫です。さあやはりもうアルカリ、おっとドンキーコング、やはりこれはドンキーコングですね。やっぱりこうなる、はい、このさやかフェイスとは裏腹にこのドンキー使いのニャンコ、さあ1戦目。お、なんかこれかっこよくなってません？上の方。これね、先ほどなんかめっちゃ強い女みたいな人のプレイヤーがいてはみ出してたんですよね。ああ、名前長い人ですね、はい、見てます見てます。めっちゃ強い女さんは女性だったんですか結局？いや、あ、はい。なるほど。さあ1戦目、にゃんこ対もうやはりお互い紳士局で、を破って打ってくる。まあ序盤落ち着いたもんですね。打ち出しろ、 D は当たらず、空中下でパーセントを取っていく。序盤のダメージレースがね、案外後になって響いてくるものの、空中前を空中後ろで差し返していって、つかみは当たらず、反撃パーセントほぼ5分、あ、5分で進むとどうしてもルカリオきつい。おっと前、新速は結構や頭が出る技なんで、はいはいはい、だけなんですよ。あっと、あんまりホカホカしてしまうとドンキ必勝のコンボが決まりづらくなってしまう。おっと、怒りのパンチ。これはおそらくもう撃墜するしかない、自分の力で倒すしかない。あの桜井からいただいたコンボは使えないはずだ。お互いにというかドンキ側もつかみからは撃墜できないですね。パーセントが、まあ、読み合いしかけていくでしょう。復帰はおっとクリティカルせず、さあはたいていく。パッチンウィスマーを選びましたね。安定の空中上だと撃墜できなかったんですか。いや空中上多分足りないと思うので、はいはいはい、ウィスマッシュか大上がり空中上強度がですかね、はいはい、ちょっとめくれてしまう。まあ、ルカリはここからですよ。まあ、ドンキーコング最悪このなんかもう死んでもいいんで、パーセントを多分、はい、70ぐらいですかね。つかみで撃墜できるパーセントまで持ってってみたいな。そう、 0% のリードを生かしてという形でもいいかなとは思うんで、強気にいってもいい、いいんじゃないかなと思いますね。あえて撃墜されてつながりやすくなると思う。下京からつかみ当然このまま撃墜してもこれはまあ嫁、まあ、あこれが決まってしまう。まず第一から闇のカードがね、やはり本戦はこうでなくては楽しくないと。やはりねルカリオのね、はい、落下速度が増えたせいでね、パッチでこういうコンボがねちょっと入ってしまうんですよ、ね、若干つながりやすくね、はい、若干。理想の展開でしたねドンキーコング。そうですね、やはりシークではなくドンキーをピックしたのがかなり、はい、良かったという話になったって言ってますね。さあ2戦目、逆にぶち壊していきたいモールカリオ、どこを選ぶか。おっと引き続き相馬村ですね。はい、上ねえから読み合いをするのは当たらず、火力が高い 36%。 そうですね、ジャストシールド負けじとやっていくが、やはりどうしても補正がないとダメージは低いと言いつつ、このちょっとずつ溜めていく。着地狩り掴んでいる。これはまあ崖を攻める感じでしょうか、はい、うまく変えてましたね、素晴らしいです。さあまずは降りたい。そうですね、降りパンを貯めてからの状況を戻すと、
待って、これは硬直が長い、1年間受けない、大丈夫だと思いますけど、やはり大丈夫、ちょっと足りない。次がつながりそうならあるけど、つながりますかね、ちょっと分からないですね、ドンキーコングのことは。狙ってるということは多分、はい、日頃の行いからちょっと何をしたいかが分かるというこの最近のねでもさすがにもうじゃないですか。いや、さっき言ったようなパーセントで激闘と入らない。となると何とかして撃墜する手段がある。ギリギリ、ね、そろそろ上強をやはり空中しろ、はい、ね、同じ投げタイプのクッパと比べてやっぱり空中しろとか触れる技が多いですからね。そうですね、立ち回りで振る技はさあ、ね、こうなるとルカリオはかなり辛い。さっきと同じ状況です、はい、このままだと先ほどの試合になってしまうが、さあ淡々とパーセント貯めていく、はい、これ何か起きそうですね。これは何か起きますね。これはまずいですよ。なんとかしたい。あっと反撃上投げ撃墜したかったか。さあこの駆け上がりが非常に厳しい。これはどうやって上がるんだどうやるのだ。さあどうする、わからない、わからない、どうするんだこれ。おっと上がれず、しっかり勝っていく。唇出てますかね、これ、はい、48対0、まあ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 実質5分ですね、こんなもん。そうですね、はい、空中前狙っていく。おそらく反転空母の大技か。さあリエ反転ジャックから展開取って、あと来ますね。お、先ほどコースをして波動弾ダメを使っていきますね、はい、結構上がりにくいんですよね。そうですね。さあパーセントついにリードを許してしまった。おっとだし、ほらまずいですよこれは。ちょっさあ先ほど決まった、ドンキーの体が大きい。さあ大丈夫か、上がるか、かなり困っている強引に上がっている空中上さあこれは強気、お見合い制している、はい、さあこれは漏れたか、かなりきつそうですねこれはい、なんとか波動弾をしのぎいく。これはこれはあ、さあお互いにもはや安易な行動はできないパーセント。なるほどなるほど、そういう感じだ。結局狙ってるこれだ、空中後ろ狙っていたから本命だこれ。もう入らないとなるとドンキコンがもう少し溜めたいところ。ウィキョウが飛ぶのと、波動弾からの空母、やはり波動弾ダメは強い。崖橋の波動弾ダメかなり、まあドンキコングに限らず辛いんですけど、体でかいとやったらと辛そうに見えますね。さあ取り返していきましょう。初期の方からあのやり方は強いって言われてる、ガリオ使いが結構研究してましたね。そうですね、ほぼほぼ枯れるらしいですね、疲労の方。波動弾打ったりだとか、打ち詰ましだとか、実力だとか。あと、これは壊しに、ステージこれは壊しに行きましたね。拒否るかなと思ったんですけど、はい、出す、行くんですね、このステージ。そうですね。さあ、下から D、かしてどうする、着地側に空中後ろが足らず、ハンドクラップ硬直狩りに行ったものの反撃、あとこれはこれはスラタマチーターが多少足りない。波動弾で降りてくるが、なんとか逃れる。バス当たりですかね、でしょうね。さあまだまだドンキーは、あとジャックは強いんですよね、はい、このキャラなんか引き寄せるんですよね、はい、おっと前新速でこっちに、はい、気がついたら追いついている。はい、ゴムですねこれは、もうゴムです、はい、むしろ投げから入らない分ルカリオのが楽かもしれないが、さあ大きい攻め分かっていたが体がでかすぎる。これは投げていく、きっとしこれベクトル変更ミスると上で死ね。新速がさあもう何でも、はい、何でもです、ね、おそらく何でもですね。危ないぞ、ああ先ほどから決まっている崖上がりの、なんとかしのぐ回避してたら波動弾みたいな、
さあ、また始まった。先ほどからの先ほどと同じ光景、対処法が見当たらない。どうすればいいのだ。どうすんでしょうね、あれ本当に。あっと、ウェキョウ、このね、もうさ、ホックス、ウェスマと同じ吹っ飛びをするってね。そうなんですか。ダリーが喜んで言ってるんですよ。あさあ、同じ吹っ飛びなんでしょうね。本当にそうなんですかね。だとしたらめっちゃ強いですね。ちょっとワンチャン狙いに行ったが、当たらず。あっと、先ほどから、これはドンキつらい。なんかエポじゃないですか、これハメですよ、これは。これはハメですね。かなりハメですね、はい、これ。はよ。はめられないようにまず外出るのがまずい。おっと、はいはい、勝負に行ったか。多分まあ空中ですか、ね、ですけど、はい。さあ今弱浮かして、あとこれはかなりリーチじゃないですか、これパーセント的に。ああ、しっかり OK。あとこれは先ほどからの反省を生かして多めにパーセント取った。補正も乗ってきた。さあこれは5ですか、これこれ5。いやむしろこれは当たらない。なかなか当たらないの。読み合いたいなんですね、結構長い間。さあ羽が始まりました。もっと羽をしのぐ。 やはりこの空中でしのぐのが一番通ってますね。そうですね、かけ離し急降下空中です、ね、さあ読み合い、ここで怒って自分を食べ始める。かなり怒ってますよ、ドンキーコング。怒ってますね、はい、さあ羽を食らわないように、はい、なんとか。あ、先ほどからダウンして、今のは噂のまたも、ああ届かない、距離が足りない。あっと、これはやっちゃった。やはり飛びますね、波動弾。何でも死んでしまう、破壊力の塊ルカリオ。壊しきったのはルカリオと。そうですね、ドンキーコング惜しかったですね。そうですね、やはりちょっとパーセントの調査不足ですかね、ニャンゴ選手の、はいはいはい。ニャンコ選手結構シークの上投げを発見してきたりとか、結構調査勢のイメージがあったんですけど、確定体で掴めなかったって感じですかね。足りなかったですね、まあ、これ今後多分怒って調べてくるでしょう、ドンキーコングルカリオの投げ方を。下がったのはもうルカリオですね。なんかこの代予選でルカリオいたんですけど、結構ルカリオも勝ってて、はい、ルカリオ強いんですね。まあ神に認められたキャラなので、はい、あとリプレイ。おー、最近いつの間にか梅村もリプレイを流せるようになった。先ほどのしっかり波動弾、今なんかブレーキモーションかなんかで確定したんで見ましたね。まあ、空港打とうと思ったら、あ、やべってなったのでジャンプしたけどダメだったみたいな感じでしょうかね。体が大きかったですかね、はい。